津山市内に、53号線かな、53号線沿いにちょっとね一風変わった建物、なんで謎なんだと思うかもしれないですけど、なんか鳥居がねあるんですよね。スクラッチちょっと2000円分お願いします。1枚200円を10枚買いました。計2000円分買ったということで、ワンピースの これ。はい、皆さん、こんにちは。スピーチューブ始まります。今日はですね、津山に来ております。視聴者さんの依頼でこのね津山市内に入る寸前ぐらいのところのカーブに差し掛かったところに、ね、あるんですけど、53号線沿いにちょっとね一風変わった建物いうような感じのお店かながあるということで、これからちょっと行ってみようかなということで、すごい気になるんですよね。ちょっと今日はそこにご紹介しようかなと思います。これが、53号線になるんですけど、なんかの宝くじって書いてますね。タバコ宝くじ。ロト6。ちょっと今日はここに行こうかなって、一瞬なんかカラオケボックスとかカラオケなんかなと思ったんですけど、謎のちょっとエリアなんですけどね、なんで謎なんだと思うかもしれないですけど、なんか鳥居がねあるんですよね。スクラッチちょっとこれ、ね、何がいいんですか、ね、それが、はい、じゃあ2000円分お願いします。はい、というわけでですね、やっぱり対策ということで密集したらあかんということで、
店内ではスクラッチ禁止ということで、なってます。というわけでちょっとね、場所を変えて、外で、スクラッチしようかなと思います。はい、じゃあ今日これでよろしいですか。じゃあちょっと当初当たりますようにということで、ちょっと楽しみですね。1枚200円を10枚買いました。計2000円分買ったということで、ワンピースのウエスト、おっと、どうぞ、こちらです。こちら、左の赤枠の中を滑ってください。縦斜めどれでも1列に同じ絵柄が3列揃えばということで、どうなのか。あ、惜しいな。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。え、これこんな感じです。結構なんですけど、当たったのは1枚だけだということで、200円が当たりました。すいません、一つだけ。はい、これもう一等とか当たったらやっぱ銀行になるんですよね、この30。そうですね、5万円までですね。あーそうなんです、ちなみに結構やっぱここ当たる当たるというか、ちょっと一等となるとやっぱり難しいですけどね。前に2等も1億、うえぇそう、すごい。100万、200万は出ますよ、ね、時々。やっぱり人は奥だから。ですよね、奥だけでもすごいですけどね、持って帰られて削られるのでもう分からないです、ね、なるほど、分かります。すみません、いえいえ、ありがとうございます。すみません、はい、失礼します。はい、はい、というわけで2000円が200円になって帰ってきたということで、なんか参加費っていうか、なんかね、まあ夢をね、一瞬の間だけでも買うことができたんで、まあいいかなということで、ちょっと1食か2食分今日というかこの1週間で抜こうかなと思います。2000円はちょっと重かったな。はい、というわけでまたね、ご視聴お願いしますね。あ、それとここでもね、なんか1億円出たらしいんで、まあでも1億円といっても相当ですよね。はい、ぜひ皆さんもちょっと行ってみてください。それではまた。ラバンスピチューブ始めました。
普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。